こんばんは、鹿島田千穂です。花粉症の季節ですね。皆さんいかがお過ごしですか？私は苦労してます。もう中腹にすっぽり覆われたい気分です。眠れない方も心穏やかに睡眠朗読でぐっすりお休みください。それではスタートです。滋賀県出身で今年40歳になる飛び出し飛びたという名前の持ち主がいるのをご存知ですか？この名前ちょっと聞き慣れないかもしれませんね。実は飛び出さんは歩行者が飛び出しそうな場所に立つ注意喚起の看板キャラクターです。そう、あの飛び出し坊やです。40歳という年齢設定が加わることで、子供だけでなく大人にも向けたメッセージが込められています。飛び出し飛び出さんの設定にはいくつか興味深いポイントがある。まず滋賀県出身という背景、地域に根ざしたキャラクター作りがより身近な感じを与え、地域コミュニティにおける安全意識の向上につながるという考えから来ている。40歳という設定はいくつになっても安全に対する注意は必要というメッセージを伝えるためのもの。年齢を重ねるごとに安全への意識が薄れがちになる大人たちへのちょっとした思い出し役としての役割も担っている。このキャラクターはただの注意喚起の看板以上の意味を持っている。飛び出し事故を防ぐため、そして安全な交通環境を作るための一助として考え出された。でもなぜ滋賀県なのか。実は特に深い意味はないようだ。地域ごとに特色を持たせることで、その地域の住民に親近感を持ってもらい、メッセージの受け入れを促す戦略の一環と考えることができる。エベレストの山頂で水が71度で沸騰すること、そして
富士山の頂上では87度で沸騰するという事実は、大気圧の変化による沸点の変動を示している。海抜が高くなるほど大気圧が低くなり、水の沸点も下がるため、エベレストの山頂は地球上で最も高い場所の一つで、標高8848メートルに達する。この高さでの大気圧は極めて低く、その結果水の沸点も大きく下がる。一方、日本最高峰の富士山も標高が3776メートルと高いため、海抜0メートル地点の標準沸点100度よりもかなり低い温度で水が沸騰する。この現象は、水の沸点が外圧に依存するという物理的性質に基づいている。一般的に標準大気圧、水の沸点は100度。しかし、高度が上がると大気圧が下がり、それに伴って水の分子が液体から気体へと移行しやすくなるため、より低い温度で沸騰が起こる。これは高山登山や高地での生活をする際に重要な情報。例えば、食品の調理や水の消毒に影響を与えるため、これらの条件を考慮した準備が必要になる。高地では水が低温で沸騰するため、通常より長時間加熱する必要がある。また、この現象は地球上の異なる場所で物理法則がどのように変化するかを理解するのにも役立つ。世界で最初に新しい日付になるのは、実際には日付変更線の西側、
トンガ王国が近いが、さらに東に位置するキリバス共和国のライン諸島、日付変更線は政治的および社会的合意に基づいて調整されるため、実際の線は直線ではなく、特定の国々が同じ日付になるように曲がっている。トンガの気候がかぼちゃ栽培に適していることは、農業にとって大きな利点の一つ。トンガは南太平洋の温暖な地域に位置し、年間を通じて比較的安定した気候条件を持っている。このような気候はかぼちゃを含む多くの農作物の成長に非常に適している。温暖な気候、十分な日照量、適度な降水量がかぼちゃ栽培に理想的な環境を提供している。日本の商社がトンガ産のかぼちゃの輸出を手掛けることになった背景には、日本国内でのかぼちゃの需要とトンガの持続可能な農業生産能力の両方が関係している。日本ではかぼちゃは年間を通して需要があり、料理に広く使われている食材。しかし日本国内だけでの生産では需要を満たせないことがあり、輸入に頼る必要が出てきている。ここでトンガ産のかぼちゃが注目された。トンガで栽培されたかぼちゃは、その品質の高さと独特の風味で知られている。これらのかぼちゃは、日本市場で受け入れられやすい特性を持っている。日本の商社が輸出を手掛けることで、トンガの農家は安定した収入源を得ることができ、日本の消費者は年間を通して
質の高いかぼちゃを楽しむことができる。このようにトンガ産のかぼちゃが日本市場に流通するようになったのは、両国にとって有益な取り組み。この事例は、国際的な協力がいかに地域の経済を支え、消費者に利益をもたらすかを示している。中世ヨーロッパの騎士が鉄の重い鎧を着用していたというのは事実だが、彼らが転んだ場合に立ち上がれなかったというイメージはやや誤解を招く。実際には鎧は戦闘で最大限に機能できるように設計されており、動きやすさも考慮して重量バランスが取られていた。フルプレートアーマー、完全な鎧を着用した騎士は確かに重装備だったが、立ち上がることができずに無防備になるほどではなかった。それにもかかわらず、戦闘では鎧のつなぎ目や隙間を狙う技術が重要であり、敵に倒された騎士は確かに脆弱な状態に置かれていた。一方、日本の甲冑の発祥が現在の茨城県にあたる常陸の国とされている。日本の武装と装甲の歴史において非常に興味深い。日本の甲冑は特に戦国時代にさまざまな形態で発展していった。日本の鎧はヨーロッパの鎧とは異なり、しなやかさと機動性に重点を置いて設計された。この違いは、戦闘の環境や武器の違いから生じたもので、日本の戦士が高い機動性を保ちつつも身を守る必要があったことを示している。
ラムネ瓶に使用されるガラス玉の名称について。ラムネのガラス玉の正式な名称を A 玉とし、それが完全な球体で傷がない永久品であるというのは、特に品質管理の観点から非常に重要。ラムネの独特な瓶の設計は、このガラス玉が炭酸ガスを封じ込める役割を果たしており、炭酸が抜けることなくラムネを新鮮に保つためには、完璧に近い形状と品質が求められる。また A 玉を作る過程で生じる失敗作を B 玉と称する話は、製造過程における品質分類の一例として興味深い。B 玉として知られるガラス玉は、遊び道具として世界中で親しまれているが、その名前が B 玉から来てるかどうかは、はっきりとした資料に基づくものではなさそうだ。B 玉の B が品質や等級を示すものから来ているのか、あるいは単に音の響きから来ているのかは明確ではない。諸説あり。とはいえ、ラムネのガラス玉に関しては、その品質がラムネの品質を大きく左右するため、永久品のみが使われている。レオナルド・ダ・ヴィンチが残したメモが鏡文字で書かれていたことは、彼の独特の思考プロセスと創造性を示す興味深い事実。これらのメモは彼の芸術作品、科学的発見、技術的な設計、そして日常生活にわたる幅広い関心事を記録している。生涯にわたって5万ページに及ぶこれらのメモは、彼の遺産の重要な部分を形成しており、後の世代に彼の思考の窓を提供している。
鏡文字を使用した理由については、さまざまな説がある。一つの説は、彼が左利きであったため、右から左へ書くことが自然で、インクが乾く前に手が文字を横切ることによる汚れを避けることができたというもの。また鏡文字を用いることで彼のアイデアや発見を他人の目から秘密に保つ意図があったとも考えられている。レオナルド・ダ・ヴィンチが目や脳に何らかの障害を持っていた可能性についても、彼の鏡文字使用の理由として指摘されることがある。彼のメモや日記は明瞭で、思考の整理と表現において非常に高度なレベルを示しており、脳や視覚に重大な障害があったとは考えにくい。総じてレオナルド・ダ・ヴィンチの鏡文字の使用は、彼の個性的な発想方法、時代を超越した想像力の表れと見ることができる。この特異な書き方は、彼の作品と発見を研究する上で、ユニークな挑戦を提供し、レオナルド・ダ・ヴィンチという人物の多面性をより深く理解する手がかりとなっている。カツオ節がギネス世界記録に世界一硬い食品として登録されていることは、日本の食文化のユニークな側面を国際的に認知させる興味深い事実。カツオ節は、カツオの肉を煮て、いぶして、乾燥させた後に、熟成させることで作られている。この長い製造プロセスは、かつお節にその特徴的な硬さと独特の風味を与えている。
鰹節の硬さは実際にはかなりのもので、削る際には専用の器具が必要となる。この硬さが鰹節を世界一硬い食品としてギネス世界記録に登録させるに足る特徴となったわけ。ギネスブックに記録されることで、鰹節は日本国外でよりも注目されるようになり、日本料理の重要な要素の一つとして認知が高まった。この記録が更新されない可能性が高いという点については、鰹節の製造過程とその結果としての極端な硬さが他の食品にはない特異な特性であることが影響している。鰹節のように長期間にわたる煮沸、燻製、乾燥、熟成というプロセスを経て作られる食品は他には類を見ないため、その硬さを超える食品が出現することは現実的には考えにくい。鰹節が持つこのユニークな特性は、日本料理の深い伝統と独創性を象徴しており、世界に向けて日本の食文化の魅力を伝える素晴らしい例となっている。餃子の王将の1号店が将棋店の跡地に開店したという、このエピソードは社名に由来する非常に興味深いエピソード。実際に餃子の王将は1967年に京都で創業された。創業者の川上新一は将棋が好きであり、将棋店の跡地を利用する形で店を開くことになったため、その名残として王将という名前を店名に採用した。川上氏がビジネスチャンスを見つけ、最大限に活用する
という判断。居抜き物件として既存の施設を活用し、さらには看板もそのまま使用することで、開業初期のコストを削減し、ブランド名に独自性を持たせることに成功した。餃子の王将が今日に至るまで大きく成長したのは、このような創業者の独創的かつ実用的な発想に加え、独自のビジネスモデルと顧客に寄り添ったサービスの提供があったから。餃子を中心とした幅広いメニュー、リーズナブルな価格設定、そしてコンスタントに高い品質を保つことで、幅広い顧客層に支持される飲食チェーンへと発展していった。長所金の存在についての話は、人間の解剖学と進化に関する興味深いトピックがある。長い拳の筋肉と書いて長所金は、前腕に位置、腕の内側から手首にかけて伸びている。この筋肉は手のひらを収縮させる際に働くとされているが、現代人においてその機能が大幅に減少しており、一部の人においては完全に退化して存在しないことがあるという。確かに長所筋は人間の進化の過程でその必要性が低下してきた筋肉の一つである。筋肉の周りには他にも手の動きを支える多くの筋肉があり、長所筋の機能はこれらの筋肉によって補われているため、長所筋がなくても日常生活において特に問題はないようだ。その存在の有無は、腕を伸ばし手のひらを下に向け、指をしっかりとつけて手首を内側に曲げることで確認することができる場合がある。長所筋がある場合は、手首の近くで細い筋が浮き出ることがあるようだ。
長鐘菌の存在の有無は、人間の多様性と進化の一例を示しており、医学や生物学の分野において興味深い研究対象となっている。どんぶり勘定という言葉は、大まかで粗い計算を指す日本語の表現。この表現の起源についての一般的な説明は、実際には食器の丼とは直接関係がなく、商人が身につけていた腹掛けのポケットのことを丼と呼んでいたところから来ている。このポケットはしばしば小銭を入れるのに使われていた。商人がそのどんぶりに入れた小銭をざっと数える際に、精密さに欠けることが多く、そこから大雑把な計算を意味するどんぶり勘定という言葉が生まれたとされている。このような言葉の背後にあるストーリーは、文化や言語の進化を理解する上で面白い要素の一つ。どんぶり勘定という表現が、どのようにして現代の日本語に根付いたのか、その起源の話は、言葉の使われ方に対する洞察を深め、言語がどのように社会の慣習、歴史を反映するかを示す例となっている。駆け落ちという表現が現れる以前は、駆けて落ちる、駆け落ちという言葉が使われており、これは文字通り、集団から欠けて落ちる、すなわち集団から逸脱するという意味合いを持っている。この用法からもわかる通り、駆け落ちが現代において恋愛関連の意味合いで用いられるようになったのは、比較的新しい変化であると言える。この語源からの変遷は、言葉が社会的な状況や価値観の変化に伴い、その意味を変えることがあるという言語学の興味深い例。江戸時代や
それ以前における駆け落ちの使用例は、その時代の社会構造や人々の生活状況、道徳観についての洞察を提供するものであり、歴史的な文脈の中で言葉の意味がどのように進化してきたのかを理解する手がかりとなる。奥様運び競争は、実際に存在するユニークなスポーツイベントで、特にフィンランドでは人気のある競技。この競技は妻運びと呼ばれ、夫または男性パートナーが妻または女性パートナーを担いで、障害物が配置された特定の距離をできるだけ早く走り抜けるというもの。競技のルールは比較的シンプルでありながら、参加するカップルには相当な体力と協調性が求められる。競技方法は地域によって若干の違いがあるが、一般的には男性が女性を肩車する、おんぶする、あるいはエストニアンスタイル、女性の足が男性の肩にかかり、顔が下向きになる方式など、さまざまな方法で女性を運ぶ。コースには水たまりや障害物が設置されており、これらを乗り越えながらゴールを目指す。フィンランドでは毎年世界妻運び選手権が開催され、世界中から多くの参加者が集まる。この大会はフィンランドのソンカヤルビで行われ、国際的な注目を集めている。競技の起源は複数の伝説に基づいているが、中でもロスボ・ロンカイネンという盗賊が女性をさらって逃げる際にこの方法を使ったという話が有名。妻運び競争はただのスポーツイベントであるだけでなく、夫婦間の信頼と協力、ユーモアの精神を祝う楽しい行事としても認識されている。この競技はフィンランドの文化的な一面を示すとともに、世界各地で
そのユニークさと楽しさが評価され、国際的なイベントとして広まっている。レオナルド・ダ・ヴィンチが残したメモやスケッチが鏡文字で書かれていたことは、彼の天才的な思考、プロセスと独創性を示す興味深い側面の一つ。レオナルド・ダ・ヴィンチは、絵画や彫刻、建築だけでなく、解剖学、天文学、工学など幅広い分野に興味を持ち、その知識を自身のノートに記録した。これらのノートは、彼が生涯にわたって制作した総計約5万ページにも及ぶと言われている。レオナルド・ダ・ヴィンチが左利きであったため、右から左へ書くことが自然であり、またインクが乾く前に手が文字を横切って汚れるのを避けるためだったという説もある。また彼のアイデアや発明を他人の目から秘密に保つための暗号のようなものだったという説もある。キムチが世界5大健康食品に数えられるのは、その栄養価の高さと健康へのベネフィットによる。キムチは韓国の伝統的な発酵食品で、主に白菜や大根を塩漬けにし、唐辛子、ニンニク、生姜などの調味料で味付けしたもの。この発酵過程で生じる乳酸菌は、腸内環境の改善に役立つとされ、プロバイオティクスの優れた源。また、キムチにはビタミン A、ビタミン C などのビタミンや食物繊維も豊富に含まれている。他に、世界5大健康食品として挙げられる日本の大豆、スペインのオリーブオイル、ギリシャのヨーグルト、インドのレンズ豆も、それぞれが持つ栄養素や健康へのメリットによって
として選ばれている。健康への利点によって選ばれている。大豆には高品質の食物繊維、また高品質の植物性タンパク質が含まれており、オリーブオイルは心臓病のリスクを低減する不飽和脂肪酸が豊富。ヨーグルトには消化を助けるプロバイオティクスが含まれている。レンズ豆はタンパク質、鉄分、食物繊維を豊富に含む栄養価の高い食品。薬の錠剤がわざと大きく作られる理由は、実際にはいくつかの実用的な考慮がある。有効成分はそれ自体は多量に必要としない場合が多く、そのままでは非常に小さい錠剤になってしまう。小さすぎると患者が扱いにくくなる可能性がある。取り扱いの困難さとして、瓶から取り出しにくく、正確に数えることが難しくなる。小さい錠剤は落とした際に見つけにくく、特に視覚に障害のある方やお年寄りにとっては取り扱いが特に困難になる。また錠剤が小さいと、特に水なしで飲む際に飲み込みにくくなる。また喉に詰まるリスクが高まる可能性もある。これらの問題を解決するため、錠剤には通常充填剤や結合剤などの添加物が加えられている。これらの成分は錠剤を適切な大きさ、形状に保つ役割を果たし、製造過程での扱いやすさや患者による服用の容易さを向上させる。さらに錠剤の大きさを調整することで、錠剤の分割が容易になり、容量の調整がしやすくなる場合もある。バスケットボールの起源は1891年にアメリカの
マサチューセッツ州スプリングフィールドにある YMCA 国際トレーニング学校、現在のスプリングフィールド大学でジェームズ・ネイスミス博士によって考案された新しい屋内スポーツとして始まった。ネイスミス博士がこのゲームを考案した目的は、冬場に屋内で行える運動不足解消のためのアクティビティを提供することだった。ネイスミス博士は、プレイヤーが相手チームのゴールにボールを入れることを目指すという基本ルールを設けた。このゴールとして使用されたのが、実際には桃の収穫に使われるバスケット、桃かごだった。これらのバスケットを体育館のバルコニーに吊るし、それを目指してボールを投げ入れることがゲームの目的となった。初期のバスケットボールでは、得点が入るたびにバスケットの底を開けてボールを取り出す必要があり、後に底のないネットがゴールとして採用されるようになった。バスケットボールという名前は、この初期のゴールとして使用されたカゴ、バスケットから由来している。桃の収穫用という具体的な用途については、バスケットが一般的な収穫用バスケットであったことから来ている可能性はあるが、スポーツの名称が桃の収穫用バスケットに由来するわけではなく、単にバスケットを使用したことが名前の由来となる説もある。ジェームズ・ネイスミスによって考案されて以来、バスケットボールは世界中で広く人気を博するスポーツに成長した。そのシンプルなルールとダイナミックなプレーが多くの人々を魅了し続けている。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。よかったらコメント欄へのメッセージ、フォロー、また最新のアップロードはベルマークのボタンを押していただくと、いつアップロードされるのか皆さんのお手元に届きます。よかったらボタンを押してみてください。それでは今日もぐっすりお休みください。
おやすみなさい。